こんにちは、平山茂です。今日はですね、6月24日木曜日でございます。時間は2時24分。はい、皆様本日もお仕事お疲れ様でございます。お疲れ様です。暑いですね。これがちょっとあれですね。いやー、暑いです。非常に暑い。皆様大丈夫でしょうか。大丈夫ですか。大丈夫ですね。私も大丈夫です。本当にね、暑さ対策だけはしっかりしないとね。本当に僕が乗ってるような車っていうのは、だいたいですね、お尻の下にエンジンがあるんです。なので車を止めてエンジンを切ってようが、余熱がすごいんです。余熱でもう蒸し風呂状態になるんです、ね、なのでこう窓を、本当はここ窓開けたいんですけど、ちょっと学校があるんで、ちょっとね声が漏れるといけないので、窓閉めてますけど、こっちとかね窓開けたりとか、窓全開にして、さらにもうできることなら扉も開けて、何の話をしてるんだ。車の話しちゃいましたね。車の話すると止まんなくなっちゃうんでね。まあいいんです。いやー、暑い。ちょっと開けようだ。お、子供たちもいなくなってた。暑い暑い。いやー、最近はですね、もうこういう保冷ボックスを自分で用意して、中に保冷剤をね入れて、トリンクをこう常にねキンキンに冷やして、なんとかしのいでます。車の中にはね、こう温度計も用意して、今な25度ぐらい、湿度が60ぐらいありますね。ちょっとやっぱり蒸し暑いですね、まあ、このちょっと100均のやつなんでね、どこまで正確かよくわからないんですけどね。あー、風があると本当にありがとう、風さん。さあ、まあ、週末お休みの方はね、もうあと1日、明日金曜日を頑張ればもう大丈夫ということでね。いやー、早くちょっとね、大丈夫なところに逃げたいですね。この暑さから逃げて。しかしね、ちょっと仕事本当早くというかね、頑張らないと、稼がないと、僕の家の部屋はちょっとエアコンがついてないのでね、ちょっと危険なんですよね。本当に危険です。やばい、ちょっと飲み物がなくなってしまったのでね、ちょっと買いましょう。さあ頑張りましょう。大丈夫。ポカリゲットしました。よし、これで大丈夫。ではまた明日お会いしましょう。平山茂でございました。また明日。おやすみなさい。なんかこの雲やばくないかな。